どうもフロゼロと申します。本日は2024ゴールデンキャンペーン第2弾が来たということで簡単に見ていこうかなと思います。今回のイベント内容も主に2点ですね。まず1つ目はイベント金塊交換所です。ログインボーナスやミッション、あとはリーグバトルで獲得できる金塊といろんなアイテムと交換しようみたいな、そういったイベントになっています。個人的なおすすめとしては、まあブースト玉になってきますかね。もちろんこういったスキル玉、黒白とかあんまり最近出てきてないっていう部分はあったりするんで、こっちを交換するのもいいと思いますし、テゾーロとかね、ペロスとか今日当たったよっていう方は別にこっちを交換してもいいんですけれども、まあ個人的にはブースト玉が一番最優先なのかなっていうふうに思います。まあでもこれはもう、うん、お好みでって感じですね。二つ目は2024ゴールデンガチャ第2弾ということで、ピックアップとしてはテゾーロ、ペロスにゴールデンウィークっていうこの3キャラですね。評価としては5段階中 2.5 点、まあ 2.6、2.7 ぐらい上げてもいいけど、まあでも基本的にはもうそのぐらいの点数。最近来たガチャの中では優先度は結構落ちちゃうのかなっていった、そんなガチャになっています。このガチャのいい点としては、まあなんといってもテゾーロを獲得することができるっていう、こういった映画キャラっていうのは普段獲得することはできないんで、こういった機会にゲットするっていうのは一つ手なのかなとは思います。ただ残りの2人のキャラっていうのは結構ピックアップ来たりだとか、他のガチャとかで排出されたりするんで、個人的にはどっちかっていうとキャラ的に見てもマイナス面の方が強いのかなっていったところです。テゾーロもそんな今の環境強いってわけじゃないですし、でステップ3でメダル獲得することができるんですけれど、でもこれ結構渋いんですよね。こういったキャンディマン状態の敵に攻撃した時与えるダメージ 5% 増加っていう、まあ前回とかその前に来たメダルとかって、攻撃 18% 防御 18% メダルとか、めちゃくちゃ優秀なメダルとかが続いてたんで、そういったものと比較しちゃうと、まあなかなか使う機会もないですし、マイナスにはなっちゃうのかなっていった、そういったところになっていきます。だから今回は今までのガチャ以上に、スルー推奨っていう風に言える、まあ YouTuber 歓喜なガチャにはなってんのかなってところですね。でチケットに関してもスルー推奨ですね。1000円でこのキャラたちって考えるとちょっとリスク高すぎるって感じしますね。ゴールデンウィークとかもピックアップに来ちゃうんで、こういうチケットガチャはフェス限とかが確実に当たるぐらいじゃないと、なかなか引くのはおすすめできないですね。であとゴールデンウィークの時に1000円払って星4キャラ10体確定みたいなガチャも昔来たことあるんで、そういう意味でも今回はスルーした方がいいっていう風に思います。あ、大体そんなところですね。まあ今回はね、ちょっと最後ミスゴールデンウィーク使って遊んでいこうかなと思います。ただまあ基本的には引かなくていいですね。もう今回のガチャに関しては。で、5月5日にガチャの切り替わりとかがあったりするんで、もうほぼほぼルフィの誕生日記念のイベントっていうのはもう来ると思うんで、まあそれに向けてダイヤ貯めていた方がいいんじゃないかなって思います。それではまあじゃあ最後ゴールデンウィークやっていきましょう。どうぞ。はい、じゃあね、今回はゴールデンウィーク使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所は夜のワノ国ステージですね。かつての四皇と言われたこの女の子なんですけれども、まあ今の環境はね、敵虫ダッシュとかがあったりするんで、ちょっとね、難しい部分の方が多いところではあると思うんですが、一発二発、いやどうしようかな。こうなるとちょっとしんどいんだよね。あ、じゃあまあノーランドに任せといて、自分はじゃあ B 地点の方行きましょうか。これワンチャン取れんじゃないかな、無理かな。まあ握っといて、はいはいはい、じゃあもうここ取っちゃいましょうか。オッケーオッケー、ナイスダッシュ。バジュラングは食らいましょうかね。でまあ C 行けるんだったら C 行ってってか、おお素晴らしいね。じゃあここ無敵状態になっといて、これがねやっぱ強いんですよね。はいはいはい、じゃあこっちスキル1打っといて、でまあここちょっと貯めときながら、いやどうするかな。いい抜けるか、この感じだったらね。はいはい、一発二発の三発ナイス。一発ジャスト回避は無理だけど、あーこれは握らん方がいいね。いやどうするかな、カムサリ溜まってるでしょ。ジャスト回避は無理だけど、ここスキル2、はい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 、無敵状態を生かしながら旗をダッシュしていくと、素晴らしいね。やっぱこれできんの強いよね。はいはい、でここスキル1打っとき、のいやどうするかな、もうこれやられてもいい気するけど、ジャスト回避、うわマジか。あーまあ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 、なんやかんや、あのロジャー戦場のあの最大体力97ぐらいだっけ、あの時の状態以上無効って厄介すぎますよねあれ。一発二発、大丈夫大丈夫で、ここもスキル1使っちゃいいの、奥行っちゃうか。二課にじゃあここは見てもらいましょうかね。自分は一点の、うーわ、やばい。お、うん、うん、あ、うん、あれ、
いいんすか。まあじゃあちょっとね、八百長ということでね、いい地点の方を取っちゃいましょうかね。嘘です、全然八百長じゃないですが、じゃあここ取っちゃいいのをスキルに使って防御しながら一発二発の三発、一発二発、一発、一発二発、どうする、一発、ここじゃあスキル1ナイス。いやこの行動不動状態が素晴らしいということで、一発二発、一発二発、一発二発と、でここら辺でスキルに使っといて、はいはいはい、一発二発と。いいですね。はいはい、ナイスカムサリ。あーそこそうか、抜いちゃうか。もうじゃあ任せようかな、そっちは任せた方がいいけど、私することないんよな。いやーどうするべきだ、ここは。あそこはまあ味方さんに任せといて、バジュラング使ってたっけ、ここじゃあスキル1使っちゃいいの、はいはいはい、ここでじゃあロジャー船長に抜いてもらいいの、なごみの緑じゃない、無敵のやつ使っといて、一発二発の三発、はい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 、一発二発の、やばいか、いやーマジか、おお素晴らしい、ナイス、ありがとうございました。いや強いね普通に。はい、じゃあね、ラストやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はインペルダウンステージですね。まあ、結構そのなんか前線で耐久した方が、強いのかなみたいな風に思ったりしているんですが、ここも無理くり掴みたかったけどしんどいね。ちょっとビビっちゃいました。はい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 、大丈夫大丈夫大丈夫。こんなんも無敵ですと。はい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 、一発に、あれ使ってなかったの、あーなるほど。一発二発、ジャスト回避。いやー大爆発来るよな。いや、あの大爆発ちょっとめんどいよね。いや、どうするかな。無敵溜まるまで一旦避難しときの。はい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 。ここでじゃあ無敵使っちゃえて。はい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 。一発二発。ここスキル1。素晴らしいじゃないか。じゃあここ壊しといて。はい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 。ここ取れるかな、取れるの理想なんですが、ちょっとしんどいかな。あ、取れるか。素晴らしいね。じゃああとは戦闘丸に任せといて。おぉ。じゃあ無敵使っといて、はい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 、一発二発と、一発二発の三発と、オッケーオッケー、うえやばい、おお、まあここはもうシャンドラの日、裏ちょっとやばいけど、いやどうするかな、散らばった方がいいよね。いやめんどいな、待て待て待て、やばい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 、ナイス KO、 ジャスト回避もらいいの、いやどうしようかな、結構固まっちゃってるよね。一旦ちょっと周りに移動しましょうか。はいはいはい。じゃあ、こっち取っといて、はい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 、はい。D 地点取れるはず。カムサリ長いな。いた。カルガラに対してスキル1。いや、一発からのスキル1。ナイス。一発二発の三発。一発二発の三発と。ジャスト回避は無理。いやー、えぐいな。どうするべきだ。ここでもワンチャン取れると思うんだけどね。9秒8、7、6。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ここは取れるはず。はい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 。ここ取っちゃいいの。で、最後真ん中だね。真ん中取ってって感じか。いや、違うな。真ん中取ってくれるか。いや、違う。もう、自分はこっちを信じて。うん、よし、よし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 。おいいね、ありがとうございました。強いね普通に。